皆さん、今日はありがとうございました。そして、いい時も悪い時も熱い声援を送ってくださってありがとうございます。感謝しています。でも、まだ会社中は残っています。僕たちは絶対に J1 に所属できると確信しています。